2019年9月の16日、コーヒーの豆がやっと1個赤くなりました。他には見えないので多分1個だけでしょうね。これは取って、この実のついたまま乾燥させた方がいいのかな。まあとりあえずこれ1個だけ取りたいと思います。コーヒーを乾燥させております。さすがにこの時期天日干しだと乾燥ができないので、なんて言ったら乾燥機っていうのかな、を使って乾燥させております。なんかね、ナチュラル焙煎っていうのをしたくて、実のついたまま乾燥させております。そしてこれね、このまま焙煎しちゃっていいのかよく分かっておりません。まあとりあえずこのまま乾燥したら焙煎してみようと思っております。こちらが我が家で採れて乾燥が終わったコーヒー豆です。これね、なんかナチュラル製法とか言って見事乾燥させてしまったのですが、後々でよくよく調べたら、これ脱穀しなくちゃいけないらしいです。これ全部割って中から出さないといけないらしいんですけど、硬くて大変そう。硬いよこれ。半乾きのやつは取れるね。硬いですこれ。大変です。硬っ。これを頑張って脱穀していきたいと思います。なんかこの1センチぐらいしかないんですけど、この実が全部中から出てくるの、こんなちっちゃいのが出てくるだけですね。普通のコーヒーの大きさは出てこないですね。まあでもしょうがないですね。これを頑張って剥いてコーヒーを作りたいと思います。この、そうだね。こんなんだね。まあ、しょうがないですね。このちっちゃいのをいっぱい集めてコーヒーにします。乾燥させて一生懸命脱穀した豆がこちらです。なんか、豆の大きさがね、ちょっと小さいんですよ。ちょっとがっかりです。だけどこれをコーヒーにしていきたいと思います。そして今回も焙煎する機械はこちら、この間作った機械です。ちょっと中をね改良しました。今回は攪拌する棒をこちらとこちら2箇所に入れました。多分これでね、前よりも攪拌の量が増えるので、色の焼け具合の偏りが少しでも減るんじゃないかなとちょっと思っております。さて、これでやっていきたいと思います。倍分ぐらいにはなるんですかね、この量で。まあちょっとやっていきたいと思います。今回はちょっと豆が小さいので火をちょっと遠めにして様子を見ながら、もしダメだった場合はまた上げて火を近づけたいと思います。うまくいきますかね。まだちょっと火が安定してませんが、豆が小さいのでうまくいくのかちょっと心配です。来年はもうちょっと実が大きくなってくれると嬉しいんですけどね。まあ、ちょっとこれで様子を見ながら
やってみたいと思います。なんか今日はめちゃくちゃ外が寒いので全然暑くないみたいですね。風もあるから冷えちゃうのかな。やっぱりもうちょっと持ち上げないとダメみたいですね。ちょっとここ板かませたいと思います。板をかませて火を近づけてみました。これでどうでしょう、ちょっと様子見ですね。メジロがやってきました。果物が食べたいみたいですね。かわいそうだから夏みかんぶった切ってやるか。だいぶコーヒーの匂いがしてきましたよ。この辺でもうちょっと火力強くしてもいいのかな。でも豆が小さいから火力をする強くすると一気になんか焦げちゃいそうな気がするからな。もうちょっとこれで我慢しといた方がいいかな。いい匂いはするのですが、まだ豆の色は変わってきてないみたいですね。もうちょっとじっくりやっていきますか。ちょっと中がどうなってるのか一回確認をしてみたいと思います。微妙に色が変わってきましたね。もう少ししたら色変わり始めそうだな。だいぶコーヒー豆っぽい匂いはしてきてますね。やっと煙が出始めましたよ。これが出てくればもうそろそろなんじゃないのかな。ちょっとね、色がまばらなのですが、豆の大きさもバラバラなのでしょうがないんですよね、多分。もうちょっとやった方がいいのかな。でももう焦げ始めてるやつとかあるんですよね。まあこんなもんでいいかな。でももうちょっとやりたいな。もうちょっとやろう。なんかとりあえずいい感じになったんで、こんな感じで終了したいと思います。あとは開けて冷やして終了かな。自家製豆から作ったコーヒー、ちょっとね、なんか今回は前回よりもまばらになってしまいました。まあでももうしょうがないですね。まあこれでコーヒーを入れて飲んでみたいと思います。もうちょっとうまくいけばよかったんだけどな。もう一回実験してからやればよかったかな。まあしょうがないですね。コーヒーをいよいよ飲んでみたいと思います。こういうのまだ殻がついちゃってるのか。ちょっと薄皮が取れてないのとか。
コーヒーの匂いしてます。なんか一応コーヒーです。マイ湯飲み、まあこんな感じで一緒。コーヒーのいい匂いがする。どれぐらい入れていいのかわからないな。では豆から作った自家製コーヒーいただきます。薄いな。なんかちょっと違うかな。なんかちょっと今年もこのコーヒーは失敗だったかもしれません。ちょっと味はコーヒーの味するけど、ちょっと苦味が強いな。ローストの仕方が多分悪かったんですね。まあ、来年はもうちょっと頑張ってみたいと思います。2019年、豆から自分の家で作ったコーヒーいただきました。